こんにちは私はファミリーフォーラムジャパンのセミナー担当理事およびマガジンの編集長としてやっております大村晋三と申しますまた横浜続きニュータンチャペルの伝道師でもあります私には7人の子供がおりますそしてこの子供たちに信仰を伝えるためにいろんなことをしてまいりました今回は 子供への信仰継承ということで2回にわたってお話をしたいと思いますまず最初にですね皆さんに考えていただきたいことは何かというと 神様は何を願っているかということです何を求めているかということです神様が求めているものは新命紀の10章の12節から13節にこのように書いてありますイスラエルよ今あなたの神主があなたに求めておられることは何かそれはただあなたの神主を恐れ主のすべての道に歩み主を愛し心を尽くし命を尽くし あなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである」って書かれています。この中で重要なことは何かって申しますと、私たちの幸せを神様は願ってるっていうことです。神様は私たちの幸せを願ってるが故に命令と掟とを守りなさいって言ってるわけですね。 しかし最初の人アダムはアダムとエバはこの幸せを広げていく重大な責任を負っていましたけれども罪の介入によってどうやって家庭を築いていったらよいかが分かんなくなってしまいましたその子孫である私も当然ながら罪によってどうやって家庭を築いていったらいいのか分かんなかったんですイエス・キリストを信じたときには 19歳でしたそしてその後20歳の時に日本児童福音伝道協会で2週間の学びをしましたそしてこの学びを終えた後私は CS であったりまた公園伝道であったりまたキャンプであったり多くの子どもたちをイエス・キリストのところに導いてまいりました何百人って単位で 導いててききたなっこことと数え上げることができますしかしながら私がいつもいつも心の中に疑問を持ってたことがこの時ございましたそれは多くの教会で信仰継承をする必要がある信仰継承でも私は見る限り 親交継承がうまくいっているご家族っていうのは本当に数限られてるってことを感じました。なんでうまくいかないんだろうか思っていました。その疑問をのこ疑問を心に持ちながら、結局二十六歳で結婚することになったわけですけれども、二十七歳で、えー、子供が生まれたわけですが、この二十六歳の時に。 妻から「子供ができたよ赤ちゃんができたよ」って言われたときに私は嬉しいって思うよりも恐ろしかったんです怖いなと思いましたなんで怖いなと思ったのかそれは結婚して28年間昨年の2017年の7月にその理由が分かったんですファミリー・フォーラム・ジャパンのセミナー理事として セミナー担当理事としていろんなところでご奉仕をさせていただきますけれどもやはりセミナーの講師としてて立つたためにはいいいろいろ勉強させていただきます私の子どもの頃は発達障害っていうと学習障害または、えー、自閉症であったりそれからダウン症であったり、まあ、ここら辺が発達障害って言われてる部分でした。でも今は 発達障害の中にはアスペルガー症候群であったりまた ADHD 注意欠陥多動性障害そういうものも含まれてまいりますえインターネットで ADHD 注意欠陥多動性障害親子向け用のセルフチェックリストというのを見つけましたでこれはですね半年以上15項目の内容が 目立つようであればいくつかこうチェックされるようであれば病院に行って先生とご相談してほしいというセルフチェックリストなんですねでこれをちょっと15項目読み上げたいと思うんですけれどもじっとしているのが苦手で落ち着きがない人の話を集中して聞くことができない順番が待てずに割り込んでしまう忘れ物が多く物をよくなくしてしまう。 遊んでいる時と場所をわきまえずにしゃべり続けてしまう宿題や課題を最後までやり通すことができない授業中に座っていられず歩き回ってしまう集団行動が苦手で友達があまりできないかんを起こしやすい友達にちょっかいを出したり邪魔したりする。 物事を順序立てて行うことができない相手の話を最後まで聞かずに答えてしまうことが多い大切な約束やスケジュールを忘れてしまうことが時々ある静かに行動することが苦手で静かにするようにと注意されることが多い私の幼児期から低学年この15項目が ほととんんどチェックがついいいいていたなってことを思い出すんですねでも今は幸いにして少し良くなってきてるというか、まあ、かなり良くなってきてる部分はあるんですけれども28年経ってああ僕は、HD、ADHD だったんだってことを気づいてその話を妻にしました。 もっと早く知,ってあの知りたかったって言われましたね28年間の結婚生活本当大変だったわって言われたわけです申し訳なかったなってことを思います本当にどれほど私が幼児期や小学校低学年の時期に大変だったか一例をお話したいと思いますけれども幼児期まあ大体 4歳頃からですね自転車を乗り回していたわけなんですが私が生まれ育ったところは商店街の中のえ薬や薬局屋でしたそして商店街の中にお店があるもんですから家と家との間の路地から商店街の通りに出ていくのに自転車でピューッて飛び出していくわけですね。当然のごとく タクシーや車がその商店街の通りを通るわけですから何度轢かれそうになったかそのたんびに母親が飛び出してきてタクシーの運転手に謝っているわけですねすいませんでした言って聞かせますからそれ1回や2回ではありませんでした何回も何回もしたんです。そして 薬局屋をやっていたもんですから当然のごとく倉庫がありますティッシュペーパーや洗剤やトイレ,トイレットペーパーなど大物がねありますからそれを収めるために大きな倉庫があるわけですその倉庫に何度も何度も閉じ込められました反省しなさいそのたんびに私は何て答えていたか私記憶にないんですけれども母親から聞いたことを言いますと お母さんお話しすればわかるからお話しすればわかるからここ開けて4歳5歳の子どもからそう言われたら親からするとつらいですよね私がその立場だったらどうしたかなってことを思いますそういうことが何度も何度もあってまたある時は 柱に祝いつけられたこともありますそれでも親の言うことは聞けなかった自分がやりたいことをやっていたわけですねもしこんな子供が生まれたら私はどうやって育てたらいいんだろうか真剣に悩みました そして聖書をねもう本当にねむさぶるように読んだんですね。神様どうやって子育てをしたらいいんでしょうか教えてください。そうしましたら新命記の六章から一節のところに六章一節から九節のところにこのような御言葉がございます。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令すなわち掟と定めである。 あなた方は渡っていって所有しようとしている地でそれらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて私が命じる全ての主の掟と命令を守るためまたあなたの日々が長く続くためである。イスラエルを聞いて守りなさい。そうすればあなたは幸せになりあなたの父祖の神 「主があなたに告げられたようにあなたは父と蜜の流れる地で大いに増えるであろう」「聞けイスラエルよ」「主は私たちの神主は唯一である」「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」「私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心にとどめなさい」 これを「あなたの子供たたちによく教え込みななさいあなたが家で座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを彼らに語りなさい」「これを印として自分の手に結びつけ記少として額の上に置きなさい」「これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい」この御言葉が私の心に迫ってきたんですね。 先ほども申し上げたとおりにあなたの日々が長く続くためあなたは幸せになり大いに増えるであろう神様は私たちの幸せを願っていますその幸せを得るためにどうするのかっていうとそしてそれを私たちの子どもたちに伝えなさいってことを言ってますそうか 聖書に基づいた子育てをしようそうすればいいんだそうすれば信仰継承できるのではないかそう思いましたしかしもう一つ疑問がここから湧き上がってきたんです信仰継承できなかったらどうしようかって今度不安が来たんですねいくら聖書の神様は素晴らしいんだよって語ったとしてもその当人である子供が イエス様わかんないよ信じれないよどうしたらいいんだろうかまた不安になってしまったわけですねまた聖書をむさぼり読んだわけですねそうしましたら第一ペテロの1章21節にこういう御言葉がございます。あなた方はキリストを死者の中から蘇らせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。 ですから、あなた方の信仰と希望は神にかかっています。ハレルヤですよ。私、責任を取らなくてよかったんです。神が責任を取ってくださるんです。感謝ですよね、これほどの感謝はないなと思いました。そうか、僕は神様はどんなに素晴らしい方かってことを子供に伝えるだけでいいんだ。あとは神が責任を取ってくれる。 神が信仰を与えてくれるんだなんだよかったよしこれからは子供のためにその子が神様を信じることができるようにとにかくこの聖書のことを伝えていこう神様はこういうお方なんだよってことを伝えていこうって決心しましたさてこれから本題に入っていきたいと思うんですけれどもこの二つの御言葉から「 皆さんにもう一度考えていただきたいなってことを思います。それは何かと申しますと、子どもへの信仰継承するのは誰かということです。牧師先生ですか。中高生のスタッフですか。CS のスタッフですか。私はすべてノーって答えたいと思います。第一番目に信仰継承しなければいけない。 責務を負っているのは牧師でも CS の教師でも中高生のスタッフでもなく私たち親なんです。でなければ先ほどのですね新命紀の6章7節の「これをあなたの子供たちによく教え込みなさい」「あなたが家で座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを彼らに語りなさい」っていうこの見言葉は誰ができるんですか 親しかかでできなないいじゃないですかこのことをよく知っていただきたいんですね。親親しかいないんです両親しかかいいいいななんんでですす両まあおじいちゃんおばあちゃんということもあるかもしれません。でも第一の責任を持たなければいけないのは両親ですでは具体的にですね よく教え込みなさい」って書いてあるわけですけれどもよ,しよく教え込むっていうのはどういうことなのかってことですね。神が生きて働く方だってことを子どもたちに伝えていかなければいけません。もう幼児期からそれは伝えることができるんです。なぜでしょうか。それは詩篇の22編の3編に「あなたは聖であられ」。 イスラエルの賛美を住まいとしておられますって見言葉があります賛美の中に住まわれる神なんです見言葉が読めなくても賛美を通して伝えることができるんですまた詩篇の五十篇の十五節に苦難の日に私を呼び求めよ私はあなたを助け出しあなたは私をあがめるって書いてあります 私を崇めるだけではなくて親子が崇めるんです子供が苦難の中にあるときに3歳の時に私の息子は幼稚園に行っていたわけですけれどもその通学バスの中で年長者から足を踏まれるって言われました毎。回毎回 僕幼稚園に行きたくないよそう言いました親として見れば苦しいですもう早速祈りましたね苦難の日ですから子どもにとって苦難の日なんですよバスの中に乗るのバスに乗るのが嫌なんです祈って送り出しました帰ってきました お母さん今日生まれなかったよ第一声がそれですそれから毎日毎日生まれることはありませんでした5歳の時です同じ男の友達から幼稚園の友達からいじめに遭いましたまたうちの子供がお父さん 僕が嫌がることをやってくるんだよね誰誰ちゃんと誰誰ちゃんがそうか祈ろう神様何々ちゃんが友達からいじめられています本人はそういう気持ちがないかもしれませんでも僕は嫌なんだそういうふうにやられるのが嫌なんだってことをはっきり言えるようにまず何々ちゃんの心を強めてください 立ち上がることができる勇気を与えてください祈りましたそして送り出しました帰ってきて言った言葉は僕ね殴っちゃったんだそしたらねその友達ねお前結構力あるんだなつって友達になれたんだよ 仲良しになったんだよ幼児期から子供は苦難の中にあるんです誰がこれを知ることができますか牧師ですか CS の教師ですか親しかわからないでしょう親が その子とと一緒にになって祈ってて祈いくき神がいるよ神はいるよ守ってくれるんだよってことをその子に分かるように伝えてくれるんです。両親が子供に信仰は継承していこうとして積極的に進めていくときに子供である本人が 神様との関係を確立させてそして成長していくとどのようになっていくんでしょうかまず一つ目ですけれども家族のコミュニケーーションがスムーズになっていきますそして学校においてはですね聖書に聖書の基盤に立った行動をその子供は取っていくんですそして先生や友達から一目置かれる 信頼されるものとなっていきますまた最近は障害を持っている子どもたちも同じクラスに入ってくる時がありますその時に自然とクラスメートの中を取り持ってその子の立場に立ってお話をしたり一緒に仲間になろうよっていうふうな行動を取るんですね。 7人の子供のほとんどがそういう行動を取ってきたのを本当にすごいなあって私は思いましたまた思春期になりますとあまり問題にはならないですね確かにある子は7人の子供のある子はですね母親に対して無視えなんていうかまあ口をきかなくなった時がありますけれどもでも そのくらいでしたよ、ね、っていうよりも自立期だったんだよ自立期だなってことを思いましたそしてまた中学生高校生の時のその息子や娘たちの友人からは「あなたたちの親子関係っていいわね」って言われることが多かったです。不思議ですよね。 子どもたちが自然とそういうふうな証しを立ててるわけですよ。全然決まってないわけです。また、これがすごいなと思うことは何かっていうと、親との間の会話になってくるわけですが、また先生との間の会話になってくるわけですが、大村さんのところは、 どうしてそういう親子関係が持てるんですかどうしてそういうコミュニケーションが持てるんですかっていうことですみんな疑問に思うわけですねいいなと思うわけですね影響を与えてるんだなってことを感じますですから我が家に来るご家族の方々はなかなか帰りません居心地がいいから子供たちも居心地がいいしお母さんお父さんたちも居心地がいいから もう本当に夜遅くまでですねえ朝から夜の6時7時頃まで行っちゃうことがありますそういう中で聖書の話をしたりまた教会に来てみないって話がスムーズにできるんですねだから肩肘張って伝道しようと思わなくても自然と証しが立っていくし伝道するチャンスが起こってくるわけですね。 これは誰のおかげかっていうと子どもたちのおかげなんですよ子どもたちのおかげで私たちはそういう機会を与えられてるってことですねですからあのもっともっと親子関係のコミュニケーションをしっかりと築いてほしいなと思いますさて 子供を救いに導くまたイエスのもとに連れていくのは誰かっていうことに今度焦点を当ててみたいと思うんですがこれは先ほど話した通りに第一番目は両親です両親が子供をイエス・キリストのところに導いてそして伝道する必要があるんです。私は 日本児童福音伝道協会で福音の手っていうのを学びましたそこでいつでもどこでも子供を救いに導くことができるそういう訓練を受けたわけですね5分あれば救われる子であれば救いに導くことができますでも救いの時でないならばいくら個人伝道しても救いに導くことはできません 救いは誰がするのかってことです救いは神様がするんです神様が救いに導くんです義と認めるのは神様なんですその子供に確信を与えるのは神様なんです私たち親が一生懸命祈ってですね福音を語って信じさせようっていうことではないんです 自然と「うん僕神様がわかる」「私神様がわかる」「イエス様が私の罪のために僕の罪のために死んでくれたのがよくわかる」「イエス様が心の中に入ってほしいなと思う」そういうふうに思わせるのは神様なんですですから私は説得したことは一度もありません。 でも、何回も何回もやったことはあります。今がイエス様を信じる時なのかなと思って何回も何回も子供に「どうかな神様あなたのこと愛してるかな?」とかね「あなたは罪人かな?」。「あなたはあなたの罪はイエス様によってあの癒されるんだよ」。イエス様は あなたたたのの罪のためにに十字架にかかったんだよこのこと分かるってことをその子供が悪いことをしたときに「これは神様が良くないことなんだ」と教えてるんだそのところから助け出されたいかどうかってことを聞いてそして福音を語るわけですね。そのときに「うん助け出されたい」って思えばお祈りするわけです。 そうするとその子はイエス様を信じることになるわけですねでも身を見なければなかなか親は信じれませんですから身を見るまでは何回も何回も繰り返すわけですねある子は3回か4回ぐらいやりましたある子は1回で済んだこともあります不思議ですね そそののの時時は誰が選ぶででしょうかその時も神様ですなぜならば神様は伝道者の書の3章1節で全てのことには定まった時期があり天の下,に天の,下の全ての営みに時があるっていう見言葉があります。また3章11節には「神のなさることは全て時にかなって美しい」って書いてあります。 神様がなさることはてて時に語って美しいんですでも私たちはね早く信じてほしいと思うわけですよね焦るわけですよねえ今は再臨が近いと言われているこの週末早く信じてもらわないと思うわけでしょでももう一個忘れてはいけないことがございますそれは第二ペテロの三章九節にこういう御言葉があるんです 主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなくすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。誰も滅びることがなくって書いてありますよね。神様ご自身が誰も滅びることを望んでないわけでしょ。私たち以上に 一人も滅びることを望んでないんですよ。だから父なる神は、巫女イエス・キリストを神でありながら人として生まれさせ、そして十字架にかけさせ、私たちの罪の身代わりとして葬ったんですよ。そして三日目によみがえらせました。これほどの愛はありますか私たちは自分のことを子供を犠牲にしてですね、人の子供のためにね、 命を投げ出せって言いますか言わないですよねそのくらいの愛ですよ。でも、父なる神は、自分の子供を犠牲にして、私たち被造物の人間をですね、助け出したいがために、神様である方をわざわざ人に生まれさせて、十字架にかきさせ、殺して、 罪の身代わりとしたわけですよ。これほどのですね愛を持っている方が私たちの子供を救いに導かないわけがないでしょう。安心してください。私たちの祈りは聞かれているんです。この子供への信仰継承はですね、すごいリバイバルを私が起こすと思っております。なぜか。 イスラム教を見てくださいイスラム教はすごい増え広がってますね。なんでこんな増え広がるんでしょうかそれは親が子どもたちにイスラム教を教え込んでるからです。私たち親はキリスト教の親はイエス・キリストを信じてる親は教え込んでますか神様はどんなに素晴らしい方か。 第一にしななけければいけない方かかってことを教え込んでますか私は先日本当にね悔い改めたことがあります。それは「神様を第一にしなさい」っていうふうに見言葉がありますけれどもその神様を第一にするっていう中において私は祈りの中で「不平不満を言ったりですね」。 もう本当に過去を振り返るとたくさんたくさんありましてでも先日ヘブルビトの手紙の12章のところから「霊の父は私たちを訓練する」この御言葉とエペソビトの手紙の5章のところの「あなたの父と母を敬え」というこの2つの御言葉から教えられたんです。霊の父を敬いなさい 霊の父を敬いいなさい私は敬ってなかったな神様第一にしなさいっていうことはどういうことか父なる神を敬うってこと大切にするってことが第一にするってことはなんか言葉的にはなんか遠く感じたんですねでも「敬いなさい」っていう言葉に対してはすごく近くに感じましたですから「ああ本当に私は今まで 父ななる神を敬ってなかってかたた思わさせられたんです皆さんぜひですねまず私たち親が父なる神を敬ってそして本当にこんなに素晴らしい神様を霊の父を敬うことを私たちの祈りを通し賛美を通し信仰生活を通して 子供に伝えていくべきではないかなということを思います。そうすると、家族ぐるみの伝道ができると思います。私は、ビジョンがあります。それは、家族ぐるみの伝道です。私の家族を通して、違う家族をいっぺんに救いに導くっていう伝道です。これは 家族のコミュニケーーションがベースになっていますああこの家族いいなこういう関係持ちたいなそういうふうな影響力を持つ一つの家族になりたいなまたこれからも神様にもっともっと愛を整えて頂い,いて子どもたちと福音選挙に携わっていきたいなってことを思わさせられます。 皆さんはいかかがでしょうか子供への信仰継承がどれほど重要なことを表しているかもし皆さんが子供への信仰継承をもう一回考え直していただいて本当にこれを真剣に取り組んでいこうと思うならばおそらく爆発的なリバイバルが起きるなってことを私は思います。いかがでしょうか。今回は信仰継承の 考え方についてお話しさせていただきました次回は具体的に年齢別にですねどうやって進行継承していったら良いのかということをお話しさせていただきたいと思いますまたの時をですね楽しみに待っていただきたいなと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございました